豆キュン。金の鳥。昔々あるお城に金のリンゴの木がありました。王様は毎日金のリンゴを数えるのを楽しみにしていました。そんなある日のことです。一つ、二つ、三つ、リンゴが一つ足りないぞ。怒った王様に三人の王子が言いました。父上、心配しないでください。私たちが金のリンゴの木を守ります。そうです、泥棒を絶対に見つけてみせます。私たちにお任せください。その夜、一番上の王子は金のリンゴの木がよく見えるところに隠れました。泥棒め、見つけたら懲らしめてやる。一番上の王子は固く心に決めていましたが、夜が更けるといつの間にか眠ってしまいました。次の日の朝、リンゴがまた一つなくなっていました。そこで二番目の王子が王様に言いました。父上、がっかりしないでください。今夜、私が泥棒を捕まえてみせます。その夜のことでした。二番目の王子もいつの間にか眠ってしまい、金のリンゴはまた一つなくなってしまいました。今度は一番下の王子が見張りに行きました。一番下の王子は眠らないよう目をしっかり見開いて、金のリンゴの木を見張りました。しばらくして、どこからか美しい鳴き声が聞こえました。なんだ、あれは金の鳥じゃないか。金の鳥は金のリンゴを食べていました。一番下の王子は金の鳥を捕まえようと近づきました。金の鳥は驚いて逃げ、その時に金の羽を一本落としました。次の日の朝、一番下の王子は金の羽を王様のところに持って行きました。父上、金のリンゴがなくなっていたのは、金の鳥がリンゴを食べていたからでした。金の鳥？その鳥を見てみたいものだな。父上、私が探してきます。一番上の王子が金の鳥を探しに行きました。森に入った一番上の王子は狐に会いました。王子様、村に行ったら良い宿ではなく、古ぼけた宿に泊まってください。何を言っているんだ。王子なら良いところに泊まるのが当たり前だ。村に着いた一番上の王子は狐の言葉を聞かずに良い宿に泊まりました。その宿では毎日パーティーが開かれていました。こんなに楽しいパーティーは初めてだ。一番上の王子はパーティーが楽しく、金の鳥のことをすっかり忘れてしまいました。その頃、一番上の王子が戻ってこないので、二番目の王子が金の鳥を探しに行きました。兄上はどこで何をしているんだ。必ず金の鳥を探して父上に喜んでもらうんだ。二番目の王子も森の中で狐に会いました。狐は二番目の王子にも言いました。王子様、村に行ったら絶対に古ぼけた宿に泊まってください。ふん、狐の言うことなど信じられるか。早く解け。村に着いた二番目の王子も狐の言うことを聞かずに良い宿に泊まりました。そして一番上の王子と一緒にパーティーを楽しみ、金の鳥のことを忘れてしまいました。一番上の王子も二番目の王子も帰ってこない。どうすればいいんだ。父上、お任せください。私が兄上たちと金の鳥を探してきます。お城を出た一番下の王子も森で狐に会いました。狐は
二人の王子と同じことを一番下の王子にも言いました。わかった。何か訳があるのだな。きっとそうするよ。村に着いた一番下の王子は古ぼけた宿に泊まりました。次の日の朝、王子はまた狐に会いました。王子様、金の鳥を探すのなら私がお手伝いします。狐は王子を乗せて飛ぶように走り、あるお城に着きました。お城の前で狐は王子を下ろして言いました。お城の一番てっぺん、一番端の部屋に金の鳥がいます。金の鳥は必ず木で作ったカゴに入れてください。王子はこっそりお城の中に入っていきました。ところがどうしたことでしょう、お城の中の兵隊はみんなぐっすりと眠っていました。王子は狐の言葉通り一番端の部屋に入っていきました。金の鳥は羽に顔をうずめて眠っていました。こんなに綺麗な鳥をみすぼらしいカゴには入れられないぞ。王子は金のカゴに金の鳥を入れようとしました。すると金の鳥は目を覚まして泣き出しました。その声で目を覚ました兵隊が王子をお城の王様の前に突き出しました。王子はそれまでのことを王様に話しました。よし、それなら金の馬を持ってきたら金の鳥をやろう。どこに行けば金の馬が見つかるんだ。心配しないでください、王子様。私がお手伝いします。狐は一番下の王子を乗せて走り、また他のお城の前に連れて行きました。狐は王子に言いました。馬小屋に行けば金の馬がいます。必ず木の鞍を馬につけてください。王子は馬小屋に行って寝ている金の馬を見つけました。こんな素敵な馬には金の鞍がぴったりだ。王子は狐の言葉を忘れて金の鞍をつけました。すると金の馬が目を覚まして泣き出しました。馬の声を聞いた兵隊がやってきて王子をお城の王様の前に突き出しました。王子はそれまでのことを王様に話しました。そうか、それなら金のお城に住むお姫様を連れてくれば金の馬をやろう。金のお城はどこにあるんだ。王子様、私が金のお城へお連れします。狐は王子を乗せて金のお城の前にやってきました。お姫様は一番上の部屋にいます。王子様がお姫様に口づけをすると、王子様と一緒に行ってくれますよ。わかった。そうする。どうもありがとう。ちょっと待ってください。お姫様の願いは聞いてはいけませんよ。王子はお城に入って、お姫様の部屋を探しました。綺麗なお姫様はぐっすりと眠っていました。王子はお姫様に軽く口づけをしました。すると、お姫様が目を覚ましました。お姫様、一緒に行ってくださいますか？ええ、一緒に行きますわ。でもその前にお父様に会いたいわ。それはダメです。お父様が心配なさるわ。お姫様、それでは少しだけですよ。お姫様は王様のところに行って、王子が自分を連れて行こうとしていると言いました。えい、なんだと？王子を捕まえろ。はい。王子はそれまでのことを王様に打ち明けました。それなら、一晩であの山を動かせたなら、姫を連れて行ってもよいぞ。山を一晩で動かせだなんて、どうすればいいんだ。
どこからか狐が出てきて言いました。私がお手伝いします。王子様は心配しないでお休みください。次の日の朝、王様は目をパチクリさせて驚きました。窓の外にあった山が一晩で消えているではありませんか。王様は仕方なくお姫様を王子と一緒に行かせることにしました。金の馬がいるお城に近づくと、王子は心が痛くなりました。王子はお姫様を好きになってしまったからです。それを知った狐は王子にある方法を教えました。王様はお姫様を見てとても喜び、金の馬を王子に渡しました。お姫様、私の手を握ってください。一番下の王子はお姫様を金の馬に乗せて素早くお城から出ました。王子様、今度こそ金の鳥の捕まえ方を教えますよ。一番下の王子はお姫様と狐を残して金の鳥がいるお城に行きました。王様は金の馬を見るととても喜んで、金の鳥を王子に渡しました。王子は金の馬に乗ったまま金の鳥を捕まえてお城から出ました。王子が帰ってくると狐は王子に言いました。王子様、今度こそ私の言うことを聞いてください。村にお帰りになったら、絶対に牢屋にいる人を助けたり、水の近くに座ったりしないでください。一番下の王子はお姫様と金の馬、金の鳥を連れて村に帰りました。一番下の王子は牢屋にいる一番上の王子と二番目の王子を見つけました。兄上、これはどういうことですか。一番下の王子はパンを盗んで捕まった二人の王子を助けました。兄上、城に帰りましょう。父上がずっと待っています。二人の王子は一番下の王子に助けてもらったお礼も言いませんでした。それどころか金の鳥と金の馬、そしてお姫様を奪ってしまおうと考えていました。兄上、ここで少し休みましょうか。一番下の王子は狐の言葉をすっかり忘れて、池のほとりに座って休んでいました。その時、一番上と二番目の王子は、一番下の王子を池に突き落としました。二人の王子は金の鳥と金の馬、お姫様を連れてお城に戻りました。おかしいな。どうしてこんなに綺麗な鳥が鳴かないんだ。歌声を聞きたいのに。お城に着いてから金の鳥は鳴かなくなり、金の馬は餌を食べなくなりました。そしてお姫様は毎日泣いてばかりいました。本当におかしいな。まったくわけがわからないぞ。王様は不思議に思いましたが、理由はわかりませんでした。その頃、狐は池で溺れている一番下の王子を助けました。ありがとう、狐さん。王子様、一つお願いがあります。お願い？君の願いなら何でも聞くよ。この森で次に会った時は、どうか私を矢で撃ってください。なんだって？それはダメだ。君は私を助けてくれたのに。いや、絶対にそうしてください。それが私の願いです。狐は何度も頼んで森に消えてしまいました。一番下の王子が助かると、金の鳥は歌を歌い出し、金の馬は餌を食べ始めました。泣いてばかりいたお姫様も笑うようになりました。不思議に思った王様はお姫様に訳を尋ねました。姫よ、どうしてずっと泣いてばかりいたのだ？お姫様は二人の王子がしたことを王様に打ち明けました。
王様は激しく怒って、二人の王子をお城から追い出しました。お城に戻った一番下の王子は、ある日、お姫様と一緒に森の中を散歩に出かけました。その時、いきなり、狐が二人の前に現れました。一番下の王子は約束を覚えていましたが、狐を撃てませんでした。狐は王子に一生懸命頼みました。王子様、どうか私を撃ってください。約束したではありませんか。一番下の王子は泣きながら狐に矢を撃ちました。矢が狐に当たると、狐はパッと光って、人の姿に変わりました。お兄様。狐は悪い魔法にかかったお姫様のお兄さんでした。それから三人はいつまでも幸せに暮らしました。